11時、渋谷に寄られた1台の車から降り立ったのは、そう、去年10月に10年ぶりに再結成した XJAPAN のリーダー、YOSHIKI さん。抽選で選ばれたファン100人を招待し、緊急記者会見を行ったんです。今日どちらから？栃木、茨城。私は岩手からです。彼はスウェーデンから。スウェーデンから来たんですか？この格好で。会場周辺のファンを合わせ、およそ1000人が見守る中、YOSHIKIさんが発した第一声は、招待の方、周りの横のディスプレイの方に。それでは皆様ご紹介します。 XJAPAN を代表してリーダーの YOSHIKI さんにお越しいただいています。2008年1月20日日曜日、渋谷アップルストアに、ご来場の皆様と共に、本日は日本のロックシーンにとって最強のバンド、XJAPAN の再結成の一歩を、共に記憶に留めていきたいと思います。さて、ここからは YOSHIKI さんに XJAPAN の再結成、今後の活動についてお話を伺っていきます。YOSHIKI さん、よろしくお願いします。あ、どうも YOSHIKI です。そうですね、3月の28日と30日に、東京ドームで X の復活ライブをやります。 SO4 というあの映画の、主題歌をたまたま依頼されまして、はい、その時に、XJAPAN でやっちゃおうかなみたいな、なんか、冗談で考えてたのを実際にやっちゃったみたいな、それがまあ結成のにつながる一つの要因になるわけですけど、まあ心配だったのがね、その都市とか、ロック歌うのかなとか、最近会ってなかったからで、歌うのって聞いたら大丈夫だと思うっていうから、じゃあやってみようみたいな、その都市の声の部分で、まあ前にちょっとロサンゼルスでミーティングした時に少しキーが下がったって言ってたんで、あ、そうなんだって言いながらも無視して昔のキーで作っちゃったんですけどそしたら別に出たから、はい、これもミラクルですかね。いや、気持ちの問題ですよね。だから高い気出ないと思ってるだけなんじゃないですか。はい、iTunes でですね、アメリカ、ヨーロッパの iTunes のロックページでトップに、あの日本人のアーティストがアルバムではなく新曲という形で登場するというのは初めてだということなんですね。ありがとうございます。はい、あの皆さん心待ちにされてたかと思いますが、97年以来、およそ10年ぶりの東京ドームとなりますけれども、結構、まあ、ファンの方の間ではYOSHIKI さんのお体の部分、体、あの首ですとか腱鞘炎の部分とか心配する声もあるかと思いますけれども、その辺の調子はいかがですか？でも別になるようになれと思っててそこで終わっちゃったりしてわかんないけどまあそんな感じ。そうですね、別に腱鞘炎、バリバリ腱鞘炎ですし、バリバリ腱鞘炎って言い方もおかしいか、あの首も痛いですけど、まあ昔からそうなんで、まあでも2日あるからね、2日目までは体をちゃんと整えておかなきゃいけないなと思ってますけど。そのために何かご準備されてることってありますか？いや、トレーニングとかもめちゃくちゃしてるんで、はい、戦闘態勢に入ってます。今50代のね、少年少女とかの間ですごく XJAPAN の音楽が求められてる、やっぱりそのリアルタイムで出会えなかった子たちが今度新たな衝撃としてこの XJAPAN の音に巡り合ったりとか、そういう新たなスタートにもなるんじゃないかなと思いますが、いかがですか？いや、とても嬉しいですね。まあ、今回 その再結成っていうのももちろんそのファンの人たちの声がなかったら多分なかったと思うんですね。はい、っていうのはやっぱり自分が、ね、物心をついた時には XJAPAN 解散してましたとか、はい、一度でいいから見てみたいとか、はい、そういう声もあったんで、うん、まあ、そういうのもあって、だったらもう、ね、ずっと考えて悩んでたんですけど、まあもうやっちゃえと思って、そんな感じですよね。はい、さあ、今後の XJAPAN の活動を楽しみにされているファンの方へ向けて、ぜひ YOSHIKI さんの方から一言お願いします。そうですね、みんなはずっとこの、まあ、解散して10年ぐらいなんですかね、その間もずっとサポートしてくれたんで、今回こういうふうに、なんですかね、
再結成みたいなことがなることになりました、とても感謝してますし、ただね、そのなんか、昔のメンバーが集まって同窓会みたいなそんなコンサートにしようと思ってないんで、やるからにはやっぱり昔のように何が起こるかわからないっていうか、あの緊張感に見た危険な本当に危ないコンサートにしようと思ってますんで、はい、そうですね、そう昔は良かったなみたいなそんな感じには絶対したくないんで、はい、いつ終わるか分かんないですけどまた何かが始まるみたいなそんなコンサートを考えてますし、はい、ただ本当に、みんながここで応援してきてくれたからそうなったっていうのは本当に感謝してます。吉木さんの生の声を聞き感動で泣き崩れるファンも。最高、最高です。ファンのこと考えてくれててありがたかったです。そして夜には同じく渋谷でメンバー4人でのトークショーが。ただいま X ジャパンのメンバーを乗せた車が到着したものです。ものすごい声援です。改めて紹介しましょう、はい、X ジャパンの皆さんです。皆さん大きな拍手を。この歓声をね、もう止めることはできないと思うんですけれども、ただいまからね、皆さんにお話の方を伺いしていきたいと思います。いや、ね、それ聞いてる分には楽しいですけど、やってる時っていうのはもう、もう聖書をさまよってますからね。はい、また、ね、その、やめりゃいいのに全力でいっちゃうんで、後半とかなんかもう半分意識が朦朧としてたりするんで、ただその、まあ、メンバーが寄ってくるとかって言ったら、くれないとかだと年寄ってくるよね。どういうポイントで、そう、朦朧としすぎてそれで判断できるんですか。結構ね、あのほら年と顔があったりヒゲと顔があったりパズとあったり、みんなメンバーと顔があったりするとハッと我に返って燃えるん、またあの一人でずっと叩いてるとどんどんどっかに行っちゃうんですよ。自分は一体何をやってるんだこれみたいな。ドラム叩いてんじゃないの。そうそう。それはだんだんほらだんだんほらお客さんこうやっていっぱいいるのがだんだん真っ白になってきちゃって、ああこのまま気を失っちゃうってとなんかあるよね。そういう瞬間になんか当時からパシンとかって後ろからでたまにやらなかったほら水かけられたり、僕がね人が叩いてんのに、うん、あの水かけられて、こっち人が歌ってんのに水かけるのやめてくれ。まあほらあれは MC の時じゃなかったっけ。そう、ほら俺だって手出せないじゃん、だってもう両方とも、ね、そういう時じゃないと僕やることできないから。そうそうそう、あとほらたまになんていうの寄りかかってくるじゃん俺のとこに、うん、いつから落ちた俺どうするのって一応まだ演奏中なんだけど嬉しいくせにそうなんだけど結構全体重を、あとヒデなんかたまにほら昔シンボルバシンバシンただけどで俺のとこに倒れてくるわけでも僕も歌ってる時後ろからシンバル飛んできたこと俺も司会人ヒデなとこ行ってエフェクターむしゃくしゃしちゃったこと本番中にパターもなんかドラカなんか飛んでこない、ドラカなんか飛んできたでしょ、はい、ドラ倒しましたね私のとこにねいつもなんかそういうなんか悲願やったことありますか。ドラとフロアタムが飛んできましたいろんなもの飛んできますね。破壊の夜3月28日ね、もうネーミングもその通りというかどんな風な、やめてほしいですね皆さんさていいかもしれないですけど、はい、後ろから何飛んでくか分かんないですすごい恐怖なんです、ね、まさに命がけですよね。楽しみでされないです、いつもあの一応気持ちが高ぶって壊した気分にドラムセット用意しておくんですよ余分に、はい、今回サイオン台用意しておこうな、なんかぜひなんか嬉しいような王じゃねえということはサイオン台分壊せるということですもんね破壊の夜って言われたからね。そうですよね。どうしましょうパタさん、泣く人いっぱい出るぐらいまあでもですね、やっぱりこのメンバーの皆さんがそれぐらい気合が入っているということはですよ、もうファンの皆さんも気合を入れて臨まないといけないということですから、はい、待った甲斐あったなって思いました。絶対ありえないと思っていた復活だったんで本当に嬉しいです、まあ、攻撃再開してほしいですね。